カッテッコウカッテッコは、鉄の酸化鉱物の通称あるいは野外名。別名割もないと、天然のサビである。実際には吸着水や毛管水を含んだ、ハリ鋼またはウロコ鉄ッの一方、または両者の集合体であり、鉱物名としてはカッテッコは使用されていない。ハリ鋼とウロコ鉄ッは、結晶構造は異なるが、 算出状態も強制関係も全く同様で相ともなって算出する。特に微子的な結晶の集合体のような場合には、両者の判定は非常に困難であり、かつ厳密に区別しなくて良い場合も多いため、そのような場合にしばしば勝鉄っの名が使われる。暗褐色または黒色の段階、土壌のものとして算出される。化学組成は、フェオ。 NH2O だが、赤鉄鋼や粘土鉱物、酸化マンガンなどを不純物として含む。モースコードは4から5.5で、土壌のものは1に近い。比重は2.9から4.3でもろい。鉄を含んだ鉱物の風化性生成物として産出され、土壌を赤く着色する。鉱床の路頭部分にある焼き毛は大部分が、カッ鉄鋼でできている。また、 鉄を含んだ温泉の沈殿物としても産出される。石英族の鉱物の内部にインクルージョンとして混入する物質の一種でもあり、インクルージョンとしての外見上は黄色から黄金色、褐色をしている。水晶の中に針状、毛髪状、繊維状の内包物となって出現することが多い。段階上で内部に空洞のあるものを、明治、壺石といい豆状のものを、 豆鉄鋼という。板状のものは、鬼板と言われ、直角に交わる結番の摂理にカッテ鋼が沈殿したものは、光宝石と呼ばれている。また、長野県武志村で産出される木鉄鋼仮称の物尾武志、物ノオタまたは、マスイシという。愛知県豊橋市の甲子原で多く産出される、天然記念物の鋼子構造も、植物の根に吸着したカッテ鋼の集合体である。 古くから鉄鉱石として、またオー色の顔料として利用されている。リモナイトは、大衆や、糞の匂いを減らす効能があり、家畜などにも使用されている。近年のペットブームで、犬用、猫用のおやつとして鶏ささみ等と混ぜたもので、商品化もされている。古くから、熊本県の阿蘇で産出している。古墳から大量の弁柄が出土している。別名。 アソードと呼ばれている。ありがとうございます。